西武対日本ハム11対1。西武が日本ハムに11対1で勝利、今季初となる2桁得点で開幕3カード勝ち越しを決め、貯金を3とした。先発松本は8回94球1失点の好投。打線は初回3番外崎の敵地打で先制、さらに6番佐藤の2点敵地打で一挙3点を奪った。4回には7番岸、9番源太の敵地打で追加点。8回には5番栗山、7番岸、8番古賀、西川のタイムリーで一挙6得点を奪った。勝ったべ、開幕3カード連続勝ち越しきた。完璧な勝利だったな。しばらく佐藤と岸の状態続いてほしいわ。今日は十分仕事した。流星の初回タイムリーが大きかった。佐藤は献身的で良い守備してたな。佐藤こんなに早く10番が似合うようになるとはな。流星レベルの選手がもう一人いたら優勝できる。マダックス失敗したけど松本よくやった。松本本当にナイスピッチ、次も頼むわ。松本三振してなかったらごめんなさい。完封は逃したけど松本は中村のデスト機械作ってくれた。中村試せたのがチームとしてはプラスだな。中村よしよし、マスターの蝶粒ナイス4本。中継ぎ新戦力もなんとかなりそうで安心した。今井がやられた時はどうなるかって思ったけど打線は奮起してくれたね。流星と岸の攻撃の連動が素晴らしいな。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。